鈴木大地です。志尊淳と申します。よろしくお願いいたします。今日は本当ようこそいらっしゃいました。いやもうこちらこそもう人生のうちでスポーツ庁に入らせていただきたいなってないと思っていたので、ありがたいです。ありがとうございます。役所に来るのは初めてですか？初めてです。そうですよね、はい、普通来ないですもんね。もうこの霞が関あたりに来るとすごくドキドキするぐらいの感じなんですけど、うん、この仲間に出会えて今最高に幸せだ。白水のバスケ部だった田所陽一くんがうちに転校してきたんです。新聞載ってんじゃん。俺さ、いじめにあってたんだ。私たちと一緒にバスケやらない？肩着取ろうぜ。ブラスケでな。ありがとうみんな。笑って泣いて熱くなる青春エンターテインメント。 T コーファイト。走れ T コーバスケット部。いやまず本当よくいらっしゃっていただいて、はい、今回このようにですね、はい、一緒にこうポスターにお入りさせていただいたりとか、いろいろとですね、はい、キャンペーンポスターっていうことで、ね、はい、今回はやらせていただきました。ありがとうございます。私もこれ拝見しまして、ありがとうございます。前編通してこう目からこう水分が出てきました。ありがとうございます。汗かなと思ってるんですけど、ね本当ですか。うん、最初の冒頭ですね、はい、すごい印象に残ってて、あのいじめのシーン、うん、あーそうですね。やっぱりこうね、親友がいじめられてて、はい、それをこう助けて、助けて、かっこよかったね、はい、ありがとうございます。自分がいじめられちゃうっていうね、はい、もう胸が痛くなりました。あ、いや、あの時ね、普通だったらこう同調圧力にですね屈して、はい、一緒になってこういじめちゃったり、はい、回っちゃうんですけど、はい、まあ、勇気があるわけですよ。そうですね。ねえ、はい、もうあのシーンだけでも、もういろんな人たちに見ていただきたいなと思いました。そこだけど、ありがとうございます。なんかいろんな形があると思っていて、あのその中でその陽一くんらしさを出しつつ、あの、まあ、一度は砕けるんですけれども、あの立ち向かっていく姿勢っていうところで希望を見出せたらなと思って、うんうん、あの砕けたってのはその学校辞めて、はい、部活もやらないよ、やらないよってなって、本当はでもやりたいんだけど、はい、やらないよって言ってですね、はい、あそこね、あのいろいろもうご活躍なんですが、いえいえ、スポーツ映画っていうのは本格的なの初めてだと思いますが、初めてです。今回どうでした？そうですね、うん、あのとにかく学ばせていただく部分がすごく多くてですね、うん、ここの登場人物みんなバスケ経験がないんですよ。え、そうなの？はい、もうなんかバスケ経験ない人集めたのかと思ってたの。いや、もう実際みんなバスケをしたことがないぐらいで、うん、この作品が決まってみんなで練習をするところから始めたんですよね。はい、でやっぱりそのこの映画自体も少しこう、うん、フェイクドキュメンタリーみたいになっていて、その僕らが、上達する奇跡と作品で上達する奇跡がすごくこうマッチングしたなっていう部分で、でも一番感じたのはやっぱりそのスポーツをやることでとてもコミュニケーションが取れるという、コミュニケーション、言葉を交わさずともパスだけでも空気感だけでも感じるだけで、やっぱ僕らもこうすごく関係性が良くなっていったのを感じたので、うん、それで実際 の, その撮影やってって、はい、そういうパスとかしながら、はい、こう関係できてきて、そうなんです。初対面で会っても、うん、バスケ練習終わったらなんか打ち解けてるみたいな、あ、もうすごく感じたんですよね。まあ、じゃあそういうなんでしょうね、まあ、いわゆるそのスポーツの力っていうか、はい、っていうの、それはもうじゃあ今までにないような、そ う, う、そうですね、今までスポーツたくさんやってきましたが、うん、今回は特に感じましたね。それもいい話ですね。いや、とても経験ないと思えないぐらいの動きでしたよね。本当ですか、うん、もうみんなで、まあ、撮影やって、あ、朝練やって、撮影やって、夜練やってっていう日々をこの中で、はい、この選手がね、はい、柔道からの転向組で、そうですね、これもね、今我々が、いろんなこの種目をやろうよっていうようなことを言ってまして、はいはい、まあ、柔道やっててもよかったと思いますし、またこれバスケにね、はい、背が大きいんで挑戦してもらって、はい、で彼も陸上を、あ、そうでしたね、掛け持ちやったりとか、はい、本当に今我々が部活動のね改革やってるんですけど、うん、その本当そういうのをね体現してくれたような、そういう映画でした。あ、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。いや、もう見ていただけてすごく幸せです。今回バスケの役だったんですけど、はい、これまでどういうスポーツとかご経験あるんですか？すごくたくさんあるんで言っていいですか？どうぞどうぞ。剣道、水泳、水泳、うん、野球、サッカー、ボクシング、総合格闘技、そんなに、はい、でお芝居でダンスとかをやらせて、バレエとかもやらせていただいて、そんなに、はい、全部続けてやりましたね。何それ、
同時並行でやった。そうですね。もうスポーツは万能だったわけですね。バスケの経験もなかったけれど、なかったんですけれども、うん、体を動かすことが大好きで、でも剣道とかはあの両親から礼節が学べるということで、はい、早い段階からその礼儀であったり作法であったりを学んだ方がいいということで、あのやらせていただいて。なるほど。ちょっとご両親もなんかやっぱり剣道とかいろいろ。いえ、全くやってなかったんですけど、剣道やった。あの持て余してるから、純はだから体を動かしながらいろんなことを学びなさいって言ったんで。そうですか、はい、初めて。いや、いろんな競技やるっていうのを我々も本当に若者の皆さんに、はい、本当にやっていただきたいことで、そうするとやっぱりなんか自分の好きなスポーツとか得意なスポーツ分かってくるじゃないですか。そうですね。だしやっぱりそのいろんなスポーツを経験していることによって、今役者をやって生かされていることがやっぱりあって、バスケのやつでもやっぱりその球技をやっていたことによって感覚が少しつかみやすいとかっていうのはありますね。あ、そうなんですか、はい、でも格闘技はなんか意外ですね。そうですね、総合とボクシング。顔とかなんか痛まったりしなかった？あ、もう全然しょっちゅうありました。はい、本当ですか。はい、じゃあスポーツ全般的にお好き？あ、もう大好きです。ありがとうございます。スポーツ観戦も大好きです。ありがとうございます。もうこの映画あれですね、子孫ファンだけでなくね、はい、本当にいやもう教育界とかね、スポーツ界、バスケ界当たり前ですけど、はい、本当多くの人に見てもらいたいですよね。ぜひ見ていただきたい。一番のなんかこう訴えたいところってどこですか？そうですね、まあ、やはりいろいろあると思うんですよ。いじめを受けてその後どうするか、人それぞれの捉え方で、人それぞれのやり方ではいいと思うんですけども、うん、やっぱりその陽一くんというのは諦めずに、表面的な言葉になってしまうかもしれないんですけども、前を向いて仲間と助け合い支え合い、ちゃんと前を向いて希望を見ることができたと思うんですよね。で、これ作品の終わりにそれぞれがどのような道に進んだかっていうのは描かれていて、もちろんスポーツ選手を目指してなった人もいれば、うん、企業に勤めた方もいらっしゃって、うん、なんかその中で共通して言えるのが、やっぱみんなそのスポーツの時期があって、そこで学んだことが生かされてるなっていうのをすごく見て感じさせていただいて、やっぱり無駄になることはないし、うん、ずっと趣味でやり続けることも体にとってもそうですし、です、ね、視野も広がっていくと思いますし、なんか僕にとってもすごくプラスな部分が大きい映画になりました。そうでしたか。